この間の、萩生田文部科学大臣の、身の丈発言っていうのが大きなニュースになりましたけれども、それでこう可視化されたものは何だったんだろうということで、民間英語検定試験というのを大学入試の中に取り入れるということが、予定されてたんですけれども、それが急遽、見送りになったんですね。こういう話なんですけれども、共通テストっていうのは今のセンター入試です。1月の半ばに雪が降ったりしてこうニュースになる場合がありますけれども、1月の半ばに国立大学の一次試験として行われているセンター入試、その一部を、民間英語検定試験、複数の民間英語検定試験によって置き換えていくと。でそれは、1月半ばに受けるんではなくて、高校3年生の4月から12月ですよね、4月から12月の間に自分で民間検定試験を2回まで受けて、でその点数を大学入試センターを通じて大学に送ってもらって、でそれが入試の一部になって、合否判定に生かされていくと、そういうようなシステムが今の高校2年生から、そういう試験に変わりましたよっていうふうに言われてたんですね。でそういう試験に変わると高校の、今の2年生の人たちは、じゃあ3年生になったらどの試験をいつの時期に、どこで受ければいいんだろうっていうのが、迷ってるような状態で、でも11月の1日になるとその登録が始まると。で詳細が決まってないっていうので、どうなるんだろうとこうタイムリミットが迫ってたんですけれども、その中で、登録開始のその日である11月1日に、土壇場での見送りというのが決まったと。で、なので今の高校2年生はとりあえず従来通り、従来通りというか共通テストという名称にはなるんですけれども、民間テストは導入されないということが決まって、で民間の試験を入れるか入れないか、入れる予定をそのままにするのかどうかっていうのも含めて抜本的な見直しを1年間かけてして、で2024年度からの実施、今の中学の2年生だったかな、から、そう移行しますというふうに、とりあえず今は決まってる。でこれまで関係者、この問題に詳しい人は、いやこれはもう延期ではなくて中止すべきだ、廃止すべきだと、民間の試験を導入するのはふさわしくないと、いうことを言ってきたんですけれども、なので差し当たり見送りにはなったけれども、これからもう一回きちんと議論を詰めていかないと、またここ復活してくる可能性っていうのはあるんですね。なので、見送りになったからいいでしょうではなくて、今日は改めてその論点を、先月の30日の衆議院文部科学委員会の質疑の中から確認をしたいというのが、大部分を占めるんですけれども、もう一つは共通テスト、もう一つ新しい要素が国語と数学に記述式の問題を入れると。これまではマークシートだけだったんですよ。一斉に受けるのでマークシートでもう機械的に処理をしてたんだけれども、そこに考える力とか、思考力を問うために記述式の問題を入れるっていう話があって、で記述式入れて、じゃあ果たしてちゃんと採点できるのというような問題もあって、これもやはりこう問題だっていうふうには言われてるんですけれども、こちらの方は今のところ萩生田大臣は予定通りやると。だから今の、高校2年生から記述式が、このままだと入るという状況なんですね。なので、国会でもその、民間英語について見送りではなく廃止なのかっていう話と、それから記述式は、このまま突き進んでいいのかっていうことが問われていくという状況です。で、今回その身の丈発言って何だったかっていうと、これはですね、10月24日ですね、10月24日に BS 富士で、いやこれ民間試験受けるっていうけれども、こう地方の学生さんとか離島の学生さん、高校生とかねそれから、まあ、結構お金がかかるので高いものだと2万いくらするので、それはこう経済的に大変じゃないかっていうようなことをアナウンサーの方が通ったところ、それを言ったらあいつ予備校通っててずるいよなっていうのと同じだと。で、裕福な家庭の子が回数を受けてウォーミングアップできるようなことはあるかもしれないが、そこは自分の身の丈に合わせて2回を選んで、勝負してもらえればと言って、いやこれって格差の容認でしょうと、あるいは格差の、拡大の容認でしょうと、そういうことを文部科学大臣が言っちゃってどうなのっていうことで、まあ、強い批判を浴びて、で、まあ、謝罪撤回というふうになったんですけれども、こちらがまあ経済的な要因じゃないですか。でもう一つはあまり注目されてないんだけど、こう地理的な要因の方も人生のうち1回や2回は故郷から出て、試験を受ける、そういう緊張感も大事って言ってて。いや一次試験、これまでもねセンター入試で受けるんだけれども、それの前にさらにこう交通費と宿泊費とかけて受けるっていうのがどうなのかっていう問題なのに、なんかふるさとから出るの嫌なんですかみたいに言わんばかりの、まあ、言い方をしたわけです。次に見ていただくのは同じ日の立憲民主党の初鹿議員ですね。初鹿議員が身の丈に合った受験ってこういうことですよっていうのを自らの体験を語ってる場面です。そして経済的な問題もう一回ね聞きますけれども、安倍総理はですね、所信表明で何て言ってるかって言ったら、子どもたちの誰もが家庭の経済状況にかかわらず自らの夢に向かって頑張ることができる、そうした社会を作り上げますって言ってるんですけれども、全く逆に言ってるじゃないですか。やっぱりですね、これ追加の費用がかかる、それが地域によってはね、宿泊とか伴って1回受けるのに5万円ぐらいかかると、2回受けるということになったら10万円になるわけですよ。これ1回でやめとこうかなという、そういう家庭が出てくることも容易に想像できますよね。私ね、大臣の身の丈発言のニュースを見て、自分のことを思い出しましたよ。中学校3年生の時にですね、三者面談やったんですよね。うちは経済的に豊かじゃありませんでした。で、都立のどこを受けるの、ここを受けますよと。で、先生が、じゃあ、滑り止めの私立はって言いかけたところ、うちの母親はそれを遮って、お金がないんで私立は受けさせませんから、落ちるようだったら働かせますとばっさり言いましたね。あ、そうなんだって私もびっくりしましたけれど、あ、そうなんだと思いました。身の丈に合うという、そういうことなんですよ。で、今みんな身の丈に合うように受けてるんですよ、残念ながら。それを少しでも負担をですね、なくしていこうというのが政府のやるべきことじゃないですか。それを新たな負担が増えることをなぜやるのかと、そして最初に言ったように、それが意味あることだったらいいけれども、全く意味ないわけですよ。スピーキングの能力なんて測れないんですから、こんな馬鹿げたことは絶対にやるべきじゃないと思いますよ。はい、ということで